ウルトラセブンの主人公として有名な森次浩二さん。同作で一世を風靡しましたが、それゆえに苦労したこともたくさんあったようです。ウルトラセブンの撮影秘話やその後の苦悩とは何だったのでしょうか。経歴とともに詳しく見ていきましょう。森次浩二さんのプロフィール。本名、森次浩三。生年月日、1943年3月15日。出身地、北海道滝川市。身長176センチ。血液型、O 型。学歴、滝川商業高校。所属事務所、オスカープロモーション。経歴。森次浩二さんは高校卒業後、ファッションデザイナーを目指して上京しました。しかし、住まいも定まっておらず、保証人もいなかったことから、どこにも雇ってもらえず、ジャズ喫茶に住み込みで働き始めます。そして、そのジャズ喫茶のお客さんだった新劇の関係者と知り合い、芸能界に入りました。1965年、青春をぶっつけろでテレビドラマデビューを果たした森次さん。1967年、テレビドラマ、天下の青年の撮影中、ウルトラシリーズを制作している、つぶらやプロダクションの関係者の目に留まり、ウルトラセブンの主人公、諸星団役に抜擢されました。1990年代には、バラエティ番組、うっちゃんなんちゃんの、やるならやらねばにも出演し、ウルトラセブンのパロディのコント劇で、切り株隊長役を演じ、それまでのイメージとは異なるコミカルな演技を披露しました。結婚するも、1966年、森次さんはシャンソン歌手の金子恵美さんと結婚しました。実際に結婚したのはウルトラセブンの放映前でしたが、主人公のイメージダウンを避けるために、当時は結婚していることを伏せていたそうです。その後、二人の間には娘が三人誕生し、家族でテレビ番組、オールスター、家族対抗歌合戦に出演したこともありました。ウルトラセブンの人気が、デビュー後すぐに、ウルトラセブンで主役の諸星団役に抜擢された森次さん。森次さん曰く、目が印象的だったことから、テストもオーディションも何もなく、弾薬をお願いしたいと担当の人から直接キャスティングされたといいます。そして後日、つぶらやプロダクションに呼ばれてスタッフに顔見せという大抜擢だったようです。ウルトラセブンは企画当初はウルトラアイというタイトルだったほど目にポイントを置いていたため、目が理由で選ばれたこともよくわかりますね。変身メガネ、ウルトラアイや必殺技、アイスラッカーの愛もその名残のようです。そんな森次さんのウルトラセブン時代の給料は月収3万円、手取り2万7千円でした。当時は大卒公務員の初任給が2万3300円、高卒公務員の初任給が1万7300円、ラーメン1杯60円という時代でしたが、主演にもかかわらず新人だったため、森次さんの給料が一番安かったそうです。ちなみに、アンヌ隊員を演じた菱見百合子さんの給料は10万円でした。現在でも国内外で多くのファンに支持されているウルトラセブンですが、放送当時は内容が子供には難しすぎたせいか、あまり人気がなく視聴率も悪かったそうです。そのため、森次さんは撮影所まで電車で通っていましたが、一度も気づかれたことはなく、ファンレターも届かなかったため、当時はウルトラセブンの人気を感じたことはなかったといいます。しかし、放送終了間際に行われた西武デパートの屋上でのイベントには、たくさんの人が見に来てくれたため、見ていてくれた人はちゃんといたんだな、とようやく嬉しく思ったと明かしていました。ウルトラセブン以降の苦悩とは？
ウルトラセブンの放送終了後、現代劇、時代劇問わず、テレビドラマや映画に数多く出演するようになった森次さん。ところが、時代劇に出演すると、ダンがちょんまげつけてると言われるなど、どんな役をやっても、ダンが他のことをしているというイメージになってしまったのです。そのため、森次さんは、ウルトラセブンのイメージへの影響を考慮して、ゴールデンタイムの悪役を演じることを避けていました。テレビをつけたら、諸星ダンが悪役になっていたという事態が起きると、子供にショックを与えてしまうと考えていたようです。そして、40代後半まで約20年もの間、セブンを超えるものが欲しいと悩み続けていた森次さん。しかし、年を取るにつれて活動の場が少なくなる俳優が多い中、40代後半になってもダンと呼んでくれるファンがいて、仕事もダンとしてオファーしてもらえるという環境にありがたいと感じるようになったそうです。今ではウルトラセブンは財産だと思っていると語っており、何十年経っても世代を超えて愛されている作品だから。撮影現場に行ってもセブン世代の人たちが多いから今はやりやすいよねと話していました。また、ウルトラセブンをやってくれと呼ばれれば、いつでも駆けつけたい。生きている限り続けたいとも明かしています。カフェ経営で。森次さんは俳優業の傍ら、1988年頃から神奈川県藤沢市鵠沼海岸でカフェレストランジョリーシャポーを経営しています。妻の金子さんと娘の一人の三人で切り盛りしている店内には、当時のウルトラセブンの懐かしい写真を飾っており、ウルトラアイなどのウルトラセブングッズや森次さんのサインの販売も行っています。2011年頃には、店内に飾ってあったウルトラセブンのマスクが盗難に遭いました。日本はもちろん、海外からもウルトラファンが駆けつけており、森次さんも仕事が休みの時には自ら厨房に立って看板メニューである諸星ダンのハヤシライスを作ることもあるようです。また定期イベントとしてウルトラマンにちなんだイベントやジャズ、シャンソンのライブが行われたり、様々な俳優や女優、歌手を招いて森次さんとトークショーを行うファンミーティングも開催されています。開店時は気さくでファンの要望にも快く応えてくれると評判だった森次さんですが、近年はお客様対応が不愛想になってきたと対応に不満を抱くファンもいるようです。森次さん自身は年齢的に疲れやすくなっているけど、お客さんの反応を直接見ることで頑張ることができる。ファンのためにも死ぬまで諸星ダンとして続けると語っていて、多くのファンのためにずっと続けていくことを宣言しています。過去に盗難などあったこともあり、ファンやお客さんへの対応をどうすべきか悩まれているのかもしれませんね。現在は、森次さんはウルトラマングッズの製造販売やイベントの運営を行う森次工事事務所を設立しました。その後、事務所のイベント事業部の業務拡大によって、有限会社森次エンターテインメントとして独立。ウルトラマンイベントの他にも、キッズダンスのコンテストなどを主催しています。引き続き、俳優としても活躍しており、2018年にはドラマ、下町ロケットに出演したり、カフェの経営で忙しくしているようです。ウルトラセブンでブレイクした森次浩二さん。ダン役が森次さんに与えた影響は大きかったようですね。生涯諸星ダンとしてやっていく意気込みが素敵です。これからも末永く活躍してほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？今後もウルトラセブンとして頑張ってほしいと思った方は、高評価をお願いします。また、この件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、
ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。